第3試合モハメド・ヨネ対吉江豊。昨日は二十四節気のうちの一つ、大寒。暦の上では1年で最も寒い日とされる日でした。今日も大阪は雪こそ降らないものの、身を切るような寒さに包まれています。しかし大阪府立体育館、試合を重ねるごとに外との温度差が広がっています。第3試合はシングルマッチです。青コーナー、吉江豊が入ってきました。あーっと、コスチューム、シルバーではなく今日はピンクのコスチュームで入場してきました吉江豊です。150キロの巨体を揺らしながらゆっくりと入ってきました。今日は2012年ノアでの最初の戦い、相手は手負いの4年。怪我しているからとか関係ない、俺は普段通りやるだけ、そう話していた吉江。今日はどんな戦いをするのか、リングインです。健太の裏切り、力王の引退、そしてキストーベイの封印、不遇の2011年から飛躍の2012年へ、果たして丸藤杉浦に合流するのかどうか、今ヨネの動きに注目が集まっています。吉江の対角に立つのはモハメド・ヨネ。ご覧のように顔面には白いフェイスガードをしています。 1.17 川崎大会で鼻を負傷、尾骨骨折と診断されました。丸藤杉浦に合流するかどうかというところで、ここで休むわけにはいかない、そう話していた米。怪我をしてでも戦わなければならない理由があります、モハメド・ヨネ。グレートボヤージ2012 1.22 大阪府立体育会館大会、第3試合はシングルマッチ、30分一本勝負です。赤コーナーのモハメド・ヨネ、白いフェイスマスクをしています。一方青コーナーは吉江豊、今日はピンクのコスチューム。さあ今ゴング、いきなり攻めていったモハメド・ヨネ。ゴング開始早々攻めてきました、ヨネラリアット。モハメド・ヨネフェイスマスクをしています。鼻から 1.17 の川崎大会で流血しました、尾骨骨折と診断されました。そのヨネを叩きつけていった吉江。ヨネは話していました、キックをしただけでも鼻に響くんだ、そして受け身を取っただけでも鼻に響く、なのでキックもせずに受け身を取らずになるべく早く勝ちたい、そうも話していたヨネ。うわ、150キロ浴びせてきました。さあそして会場はある、まさか行くのか、ヒップアタックは避けた、場外エスケープしましたモハメド・ヨネ。150キロまともに顔面に食らってはまずい、たまらずに場外に逃げましたヨネ。さあそして吉江は攻撃の焦点をどうやら顔に絞っているのか、決着叩きつけていきました。さあ非常に苦しそう、一発一発のこのエルボー、顔面響いていることでしょう、張ってった容赦なく顔面ヘッドバット。吉江、このヨネの顔面を攻撃していきます、鉄柱にも叩きつけました。さあ鬼の形相吉江豊。さあ苦しそう、苦悶の表情を浮かべているのはこちらのモハメド・ヨネであります。昨日の試合 1.21 愛知大会、このフェイスマスクをつけて試合をしました。ちょっとしたことでも汗をかいただけでもこのフェイスマスクが動く、それだけでも戦いづらい、さらには視野が狭くなる、戦いづらい、そうも話していましたこのモハメド・ヨネ。さあ顔面を締め上げていきます、スリーパーの形になりました吉江豊。さあ首を締めていきます、太い腕でモハメド・ヨネを締めていきます。さあフェイスマスクに手をかけているのか、
顔面を締めていきます。タオルはどこに踏みつけていきました。さあゴングが鳴った直後、モハメド・ヨネが攻撃をしていきました。しかし今防戦一方、青コーナーを背にしてモハメド・ヨネぐったりと腰を下ろしました。さあ攻撃の手を緩めることはないのは吉江豊か。左足を取ってボストンクラブへと行こうとしているのか。何を思う吉江豊か。左足を取り、そしておーっと右足顔面を踏みつけていきました。非常に苦しい声を上げていますモハメド・ヨネ、苦悶の表情です。さあその右足に力を入れている吉江豊か、150キロの体重をじわりじわりと乗せています。さあヨネとしては何とかしてこの右足を遂げたいところ、今話しました。そしてそのまま座り込む。ヨネとしては何か打開策応じていきたいところでありますが、なかなか自分のペースに持っていってない。さあロープをつかむか、サードロープまでたどり着くがモハメド・ヨネ、あーっとタッチできず、今手がかかりました。しかし絞っていく、よし、ここで手を離す。ヨネとしては鼻を骨折しても戦わなければならない理由があります。それは丸藤杉浦のチームに合流するのかどうか。昨年 12.24 ディファ有明で丸藤と戦いました。その場で筋肉バスターコーナーを使いませんでした。強い意志を示したモハメド・ヨネ、しかし今年 1.15 後楽園では杉浦に敗れました。しかしヨネはその後戦っていかなければいけません。一試合一試合結果を出していかなければならないモハメド・ヨネ、強力なエルボーを放っていったんですが、すぐに吉江は顔面に攻撃を仕掛ける。5分を経過しました。非常に苦しそう、油汗が出ていますモハメド・ヨネ。逆水平、逆水平、もう一発放っていった吉江、3発4発そして体重を浴びせていく。腹部のあたりぐったりとした顔、額には汗が、これは油汗でしょうか、にじみ出ています。赤コーナーに投げて、そして体重をかけて、これは足で迎撃、しかし体を浴びせていく。ブレンバスターの体勢、持ち上げるのか、ヨネも踏ん張る、リング中央踏ん張って投げたのはモハメド・ヨネ。吉井にはダメージを与えました。しかしヨネの顔面、今の攻撃でもおそらく相当な響いたことでしょう。ラリアット放っていく、ニュータルコーナーに投げて、もう一発ラリアット、そしてローリングサンダー。逆に体を浴びせていったのは吉江豊か。虚空を見つめるモハメド・ヨネ、やはりしきりに鼻のあたりを気にしていますモハメド・ヨネ。ニューダルコーナーに投げて、吉江が体を浴びせていきました。150キロ、そして再び場内拍手を煽ってリップアタックだ、あっとフライングボディシザーズドロップ。体重をかけていきます。力なく倒れ込んでいるのはモハメド・ヨネ。そんなヨネに重力に逆らうことなく落ちていきましたのは吉江豊であります。こちら見ているのは杉浦隆、
鼻を骨折しても戦い続けるそのヨネ、戦いぶりをしっかり見ているこのでしょう。フライングボディスラドロップ、上がってきました。カウンター2、両手で鼻を押さえるモハメド・ヨネ、立ち続けなければなりません。倒して吉江が青コーナー、セカンドロップ、そして青コーナー、一番高いところへ登るの待っていたかのようにヨネが攻撃を仕掛ける。そしておっと青コーナー、ブレンダスター投げてった、ナダレスキー。攻撃をすればするだけヨネにもダメージが蓄積されていきます。ラリアット、そしてカウントアップ、2で返します。ヨシエ、さあこの試合杉浦も見ていました。リング中央エルボーの打ち合い、エルボーにはエルボーを返す、張ってったエルボー、裏剣側頭部蹴り一発、もう一発蹴り、おっと膝がぐらついた吉江、ラリアット、力のこもったラリアット、カウントワンで返した吉江。さあヨネも立ち上がります。そして攻撃を続けます。ラリアット一発もヨネにとっては今大きなダメージを食らいます。ラリアット逆に食らったのはモハメド・ヨネ、そしてこれは避けました。フェースマスクをしながらも戦い続けるモハメド・ヨネ、尾骨骨折をしながらも戦います。俺は怪我をしながらも戦い続けるのが生き様なんだ、そうも話していたモハメド・ヨネ。足を取ってカバンに入る、これはカウント1で返したモハ吉江豊。10分が経過し、吉江の体も汗がにじみ始めています。巨体を抱え上げた、おっとフェースマスク外した、尾骨骨折のヨネフェースマスクを外してニュートラルコーナートップからイエロチンドロップを落としていった、力のこもったギロチン、カウント2で返す。さあそして怒りの側頭部、カウントは3つ入りました。モハメド・ヨネ、最後はフェースマスクを取ってのギロチンドロップ、そして側頭部への蹴り一発。2012年モハメド・ヨネは負けられません。2011年のようにはなりません。モハメド・ヨネ、杉浦もしっかりとこの今日の戦いを見ていたことでしょう。そしてこの会場の歓声、次の試合に登場する丸藤杉浦に聞こえたことでしょう。勝ち名乗りを受けましたモハメド・ヨネ、嬉しそうな表情。試合時間は10分35秒、最後はサードロープに座り込んでしまいましたモハメド・ヨネ。今日の試合、どんな攻撃を受けてもどんな攻撃を食らっても鼻に響く、だから短期決戦で試合を決めたい、そうも話していました。モハメド・ヨネでありましたが、試合時間は10分35秒、力のこもった試合でした。今ゆっくりと花道を引き上げます。お客さんとタッチを交わす、まだ力があるのでしょうか。いや、まだでもそんなに力も残っていないはずです。尾骨骨折の中10分35秒戦い続けましたモハメド・ヨネ。そして今ゆっくりとピンクのコスチュームで今日は戦いました吉江豊、上半身コスチュームを脱いでゆっくりと場内を後にします。
2012年、今日はノアの最初の戦いでした。さあ2012年、吉江豊はノアでどんな戦いをするんでしょうか。